あと皆さんこんにちは、今日もですね業務スーパーの手抜きレビューでごめんなさい、今は夜の深夜1時半になるところですね。こそこそやらせていただきます。皆さんのこういったね小さいラーメン存在をそもそも知らなかった人もいるかもしれませんけど、買ってますか？小腹が空いた時にですね、まあ夜とか深夜とか非常に助かります。まあ昼でも朝でもお茶漬けのようにして食べてるんですけど、こちらとスーパーによってですね置いてないことが結構あるんですよね。業務スーパーのこのおやつラーメン非常に安いです。普通のお店で買うとこれくらい入ってると300円は間違いなく超えてきて、350円から400円の間、まあ、400円弱くらいで販売されてると思うんですよね。まあ、それが227円で売っていると。まあ、14個なんですけど、もう食べる前からコスパが高いっていうのはもう確実です。で個人的に私これよく食べてます。業務スーパーで初めて見た。初めてじゃないかもしれませんけど、業務スーパーには基本的に今まで常時置いてあるっていうものではなかったです。ですから皆様のお近くの業務スーパーにない可能性は結構高い。満腹クラブおやつラーメン。まあここら辺は見る必要ないですね。まあチキンラーメンですよ。で煮込んで美味しい感覚お湯かけて3分。はいはいはい。私のですねいつもやってるやり方をご紹介します。チキンラーメン動画、私チキンラーメンを動画にしたんですよね。これが一番合理的じゃないかっていう動画、あれが案外伸びてて、まあ低評価いつも通り多いんですけど、それとまあ似たような作り方ですね。チキンラーメンの場合は、目玉焼きをあの形で作りますけど、これの場合おやつラーメン方式はまあちょっと形が違います。まずは卵を割ります。もう割っちゃいます。なぜかというと単純に火の通りですね。火の通りが悪くて、ああいう大きなサイズで作る場合には目玉焼きでもいいんですけど、こういう小さい形で作る時にはですね火の通りを重視しますんで、まあ、もちろんこのままじゃなくて割ります。割ってこの状態でもダメです。火の通りが悪いんでムラができちゃうんで水で割ります。どうしようかな。とりあえずこんなもんでいいです。はい。でここに水で必ず一度浸して、お椀の大きさにもよるんですけど非常にこれ味が濃くなっちゃいますんで、基本的にはこれくらい小さなお椀で作る場合にはもう並々近く入れちゃっていってます。で最後にまた卵を水と混ぜるということですね。まあ、これだけやってもくっついちゃうもんなんですけど、これをラップ、ポリエチレン素材がまあおすすめです個人的に。まあ細かい話、体のことを考えるとですね。でこれを、はい、というわけで、あのやり方で失敗したんで、というかまあ時間とかを失敗したんでね、やり直してます。まずはですね卵を普段よりも溶きすぎてましたね。今回もちょっと普段より溶いてるんですけど、まあ、これくらいの溶き方でいいと思います。で入れて、あちなみにこれ後取りですね。でお水を追加して、お椀が小さいんでかなり塩分強めになっちゃうんで、これくらいの大きさだったらひたひたにした方がいいと思います。でラップをしてチンするんですが、今の冬のすごい寒い時期、黄色の方は夏場、冬場は厚みのある白いやつで、蓋を、まあ、この後するんですけど、レンジから持ってくる時もね、暑いんで使います。でまあ冬場寒い時期ですと最低気温が0度とか近くなるような冬寒い時期ですと、1回式だったら、まあ、5分くらいやっちゃってもいいですね。4分半から5分の間くらい、はい、ひっくり返して
上と下でね硬さが違うんで混ぜて1分くらいでいいですね、放置します。そしたらまあ麺がふやけると、まあ、2回方式、まあ、非常に面倒くさいんですけど、2回方式であれば4分やってひっくり返して1分やってって感じなんですけど、まあ普通に1回方式で、一気に5分やってひっくり返して、まあ、1分くらい放置するっていうのでいいと思います。で以降はズルズルうるさいんでカットします。このやり方はですね、このやり方というか、まあこのおやつラーメン非常に手軽で、保存性もよくって使い勝手がいいんで、食べたことない人はですね、一度業務スーパーに限らずですね、大体どこのお店、大きめのスーパーであれば置いてることがないことが結構あるんですけど、まあ半分くらいの確率で置いてるので、買ってみてはいかがでしょうか。